メガです。メガです。メガですは、アメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド同時期にデビューしたメタリカ、スレイヤー、アンスラックスと並び、スラッシュメタルビッグ4と形容された一角に君臨。テクニカルな曲構成を展開し、同ジャンルの発展に大きく貢献した。2017年度グラミー賞受賞デビュー前に、 メタリカを解雇されたデイブ・ムステインを中心に1983年に結成。現在まで15枚のスタジオアルバムと5枚のライブアルバムを発表。5000万枚を超えるセールスとグラミー賞のノミネート12回を数える。2002年に一度解散したが、2004年に再始動した。音楽的にはテクニカルなギターリーフや複雑な曲展開を特徴とし、 中心人物のムステイン自らインテレクチュアル、知的なスラッシュメタルと称した。その名に違わず、歌詞の内容も、戦争の正当性、各戦争、政府の陰謀、環境保護、表現の自由に対する検閲など、政治的な取材を持つ者が多い。1983年、過度の飲酒や暴力などの問題行動、及びラーズールリッヒ、 ジェームズ・ヘッドフィールド・ラ・メンバーとの確執で、メタリカを解雇されたギタリストのデーブ・ムステインは、失意のうちに、ロサンゼルスに戻る。2ヶ月後、ベーシストのデイビッド・エレフソンと出会ったムステインは、メタリカを超えるバンドを作るという決意のもとにメガデスを結成する。当初はボーカリストを探していたが、適任者が見つからなかったため、ムステインがボーカルを兼ねることになった。また、 ムステインとエレフソン以外のメンバーが固定できず、一時はケディ・キング、スレイヤーがライブにおいてギターを担当した。1984年末にインディレーベルのコンバットレコード、コンバットレコーズと契約。1985年にはギタリストのとドラマーのラインアップに加え、ファーストアルバム、キリング・イス・ミー・ビジネス、アンド・ビジネス・イズ・グッドでデビューを果たす。 ムスティーンの、求めたりかという肩書きも手伝い前評判は良かった。ものの、レコーディングのために与えられた8000ドルの予算半分、近くをドラッグやアルコールの購入に使ってしまったため、サウンドプロダクションに問題を抱える仕上がりとなった。1986年には、メジャーレーベルのキャピトルレコードに移籍。セカンドアルバム、ピースセルズ、バッドフーズバイイングを発表。 前作に比べ音質は飛躍的に向上し、複雑なギターリフと政治的な歌詞をはじめムステインの標榜するインテレクチュアルスラッシュメタルが具現化された作品となった。1988年、新たにギタリストのとドラマーのを加えて、サードアルバム SOFAR、SOGOOD、SOFOAT SO を発表。前作に比べ内容が 比較的コマーシャルだとの批判も一部にあったが、攻撃的でスラッシーなリフが満載された。このアルバムは、全米チャート28位を獲得し、バンドにとって、初めてのプラチナムアルバムとなった。同年には、モンスターズ・オブ・ロックに出演。順風満帆に思えたが、ベーシストのエルフソンが、薬物依存症でツアーを続けられなくなり、ムステインが加入したばかりのヤングとビーラーを解雇た、ため、 年内の活動を停止。新しいギタリストとドラマーを探すにあたり、ムステインは、パンテラのギタリストのダイムバックダレルに目をつける。一時は、加入が内定するも、ダレルは、兄で、ドラマーのビニーボールを同時に採用することを、条件としたのに対し、すでに、メガデスは、ニック・メンザの加入を決めていたことから、最終的にダレルの参加は見送られた。また、ムステインは裁判所の命令で、 薬物依存症の治療を受けさせられ、一時的に中毒から立ち直ることに成功する。1989年、バンドは、ジェフ・ヤングの公認ギタリストが決まらないまま、トリオとして、アリス・クーパーのカバー、ノーモア・ミスター・ナイス・ガイをレコーディングし、映画、ショッカーのサウンドトラックに提供した。1990年、ホースアルバム、ラスト・イン・ピースを発表、新たに、 ギタリストのマーティ・フリードマンとドラマーのニック・メンザを迎えて制作された本作はより正当なヘビメタルに近づき、ムステインのアグレッシブなプレイスタイルとフリードマンのメロディアスなプレイスタイルが見事に調和し、以前のどの作品よりも洗練されたアルバムとな。また、ムステインをはじめとするメンバーが麻薬やアルコールの問題と無縁のままレコーディングを終えたことも作品の質に影響を与えている。 アルバムは全米チャート初登場23位、全英チャート8位を記録。プラチナムの認定を受け、グラミー賞にノミネートされるなど、スラッシュメタルの枠にとどまらない成功を収めた。前作と同じメンバーで、1992年にフィフスアルバムカウントダウンツー・イクスティンクションを発表。前作までの攻撃的なリフと複雑な曲展開を用いた手法とは一線を隠し、 より幅広い層に受け入れられるよう無駄なものを一切排除したシンプルな作品となった。前作での成功とも相まって全米チャート初登場2位を記録。ダブルプラチナムを獲得するバンド史上最大のヒット作となった。1993年3月には4度目の来日が予定されていたが、その直前にムステインが薬物乱用により集中治療室での療養が、 必要となっため、日本公演はキャンセルとなる。当時のギタリストのマーティ・フリードマンは、夢だった。武道館でのライブができなかったことが非常に残念だったと後に語っている。同年6月には、デビュー以来初めて、メタリカとの共演を果たす。ステージ上で、ムステインは、この10年間の確執は終わったと宣言したが、両バンドの間のしこりはその後も残った。7月には、 エアロスミスのゲットアグリップツアーに参加するが、7公演の参加で終了となる。ムステインのステージ外での問題行動が原因と報道された。1994年、さらにサウンドを変化させたシックススアルバムユサネナを発表。それまで特徴的だったムステインのシニカルで冷徹な視点が影を潜め、曲はより温かみのあるメロディアスなものに、 ムステインの麻薬中毒の再発によって、ツアー中断というアクシデントに見舞われたものの、前作の勢いを引き継ぎ全米チャート初登場を4位を記録。1997年にセブンスアルバム、クリプテックライティングスを発表。プロデューサーに、マイケル・ジャクソンのギタリストだったダン・ハフを迎え、前作から、さらに作風を変え、ポップよりのハードロックにしがった。シングル曲、 トラストは、ビルボードメインストリームロックチャート5位を記録したが、アルバム自体は10位にとどまった。1998年、クリプテックライティングスに伴うツアー中に、膝の故障を理由に、メンザが脱退、新しいドラマーとして、元 Y&T のジミー・デグラッソが加入する。翌年、AS アルバム、リスクを発表。前作と同じプロデューサーの下で、 インダストリアルよりの実験的な音楽性を展開したが、メタルから離れたサウンドはファンから受け入れられず、セールスでも大失敗に終わった。翌1999年には、マーティフリードマンが脱退する。2000年10月、新たなギタリストに、アルピトレリを迎え、新曲2曲を含むベストアルバム、キャプトルパニッシュメントを発表。2001年、サンクチュアリレコードに移籍し、 ナインスアルバムザワールドニーズ・エイ・ヒーローを発表。往年の音楽性に回帰したものの、以前の作品ほどの支持は得られなかった。2002年3月ザワールドニーズ・エイ・ヒーローに伴うツアー中のライブの模様を収めたライブ DVD と2枚組ライブアルバムをリリース。しか、その直後の4月にデイブ・ムスティンが腕の故障、頭骨神経麻痺を理由に 音楽活動を休止することを発表し、メガデスは解散することとなった。2004年、デーブ・ムステインは、かつて在籍していた、メタリカのドキュメンタリー映画、メタリカ、真実の瞬間、マタリカ、サムカインド・オブ・モンスターに出演。メタリカが、バンド内の問題を解決するために行われた、セラピーの一環として、ドラマーのラーズール・リッヒが、ムステインと話す様が収められている。 劇中で、ムステインはメタリカから離れた後の20年間の思いを赤裸々に語った。2004年9月14日、復活第一作となるテンスアルバム、ザ・システム・ハス・フェイルドをリリース。当初は、ムステインのソロ作品として制作されたが、レコード会社の要望で、メガデス名義で発売されるととなった。ギタリストには、元メンバーのクリス・ポーランド、ドラマーには、 ビニーカルータが参加している。同年10月、グレンドローバー、G、ショーンドローバー、ドクター、ジェームズ・マクドノーをメンバーに迎え、新体制で、ブラックメイル・ザ・ユニバース・ワールドツアーに出る。当初、このツアーには、黄金期のメンバーであるニック・メンザの参加が予定されて、いたが実現しなかった。2005年、キャピタルから、ベストアルバム、グレイティスト・ヒッツがリリースされた。また、 ドリームシアター、フィアファクトリーなどと共にアメリカとカナダを回るコンサートツアーを主した。2006年2月、ベーシストのジェームズ・マクドノーが辞め、新たなベーシストとして、ジェームズ・ロメンゾ、元ブラックレーベル・ソサヤティが参加。また、昨年に引き続き、ジャイギャント・アを開催。同年3月、キャピタル所属時のすべてのビデオクリップや秘蔵映像を2枚の DVD に収録した。 ザールスナル・オブ・メガデスをリリース。5月には、ロードランナーレコードへ移籍した。2007年5月、イレブンスアルバム、ユナイティッドアバマネシャンズを発表。全米チャート8位を記録した。10月末には来日公演を行った。2008年1月、ギタリストのグレンド・ローバーが脱退。脱退の理由はツアー中に、グレンが、 心臓に問題を抱えていたことが発覚したためであり、彼の推薦で新たなギタリストとして、クリス・ブロデックを迎える。同年3月、バーン、4月号における、読者人気投票で、ライブパフォーマンス・イン・ジャパン、アルバムカバー、DVD、チューン、シャイニング・スターの部門で5冠を達成。2009年9月、12アルバム、エンド・ゲームを発表。 全米チャート9位を記録した。2010年2月、オリジナルメンバーであるベーシストのデイビッド・エレクソンが復帰。入れ替わる形で、ジェームズ・ロメンゾが脱退した。2011年10月、13スアルバム、t h 1 r t 3 n をリリース。全米チャート11位を記録した。2013年6月、14スアルバム、スーパー・カライダーをリリース。 ロードランナーを離れデーブ・ムステイン自身の新レーベルトレードクラフトからのリリースとなる流通はユニバーサルが担当前営アルバムチャート22位ビルボード200チャート6位発周売上は2万9千枚をそれぞれ記録した2014年11月26日ギタリストのクリス・ブロデリックが音楽的思考の違いにより自身の音楽的目的を追求するため ドラマーのショーン・ドローバーが、バンド再結成から10年がち、自分の音楽的関心を追求したいとの理由で、それぞれメガデスを脱退した。この二人の脱退に対してエルフソンは、二人の脱退は、個人的な理由であって、彼らは彼らが正しいと思うことをした、俺たちは、絶対に解散しないなどと話している。2015年春、アングラのギタリスト、キコ・ルーレーロと、 ラム・オブ・ゴッドのドラマー、クリス・アドラーと新作のレコーディングに臨むことが報じられ、キコは正式メンバーとして加入し、アドラーはゲストドラマーとして参加することが決定。なお、キコはアングラでの活動も継続することが決まっている。2016年1月、15トンエイチアルバム、ディストピアをリリース。全米チャートで初登場3位を記録した。7月14日、 ソイルワークのドラマー、ダーク・ベルビューレンの加入を発表。ベルビューレンは5月のロックオン・ザ・レンジフェスティバルからメガデスのライブに参加していた。なお、メガデス側からの声明で元ソイルワークとあるため、ベルビューレンはソイルワークを脱退したと考えられているが、ソイルワーク側からの正式な発表はない。2017年2月、第59回グラミー賞。 最優秀メタルパフォーマンス部門でディストピアが受賞。キリング・イズ・マイ・ビジネスからリスクまでのアルバムはリマスタリングとリミックスがされデモバージョンなどのボーナストラックを追加した上で再発されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。